ウィッシュの大吾さんとかいるじゃん。で、あの人って別にさ、その、あ、違うか、あれ、竹下元首相の孫か。で、別にあの、その竹下家のブランドイメージを下げてないじゃん。でもその竹田親子はさ、あの、父親は犯罪者じゃん。で、息子の方もさ、なんかあの、トラブルを起こしてたりするわけじゃん。だからなんかその明治天皇のそのなんか家系っていうブランドで食っていながら明治天皇のブランドイメージを下げるっていうのをやってるので、どうなんかな、あの親子というふうに僕は見てしまいます。はい、皆さんチャンネル登録お願いします。ここをクリックタップするとチャンネル登録できるからクリックタップしてみてね。そして他にもいろんな動画があります。そちらの方もご覧ください。それではひげおやじでした。バイバイ。